11時11分です未来を歩く羅針版 PEC1200 万ユーザーが使っている経済ニュースアプリ n e w s p i クスとコラボレーションして未来を読み解くヒントになるような話題をチョイス今日はですね最高のアイディアをボツにするだめな企画会議の直し方という記事にフォーカスします解説してくださるのは n e w s p i クスの公式コメンテータープロピッカーの八田博さんです。八田さんは 動画配信システムを開発するスキルアップビデオテクノロジーズ代表取締役社長でいらっしゃいます。おはようございます。まずこの、えー、気になる。ね、多分。みんな、うん、と思ってダメな企画会議の直し方、<laughs> まあ、心当たりのある方も多いかもしれませんが。これ、どういう内容なんでしょう。まあ、最近、ものすごい勢いで改革を進めてるパナソニックの。はい、ゲームチェンジャーカタパルトというですね。<ん>まあ、新規事業の立ち会い方に関する、特注、特集ですね。はい。ということは、これは企画会議の。 ダメだったものを直したということですか。そうですね。ね直しつつある。ああ<ー>、うん、何が変わってるんでしょう。 もともとで普通、まあ、新規事業というのは、なかなかこう立ち上げるのが難しいというの、うん、まあ大企業も中小企業も、まあ、一般的にはそういうことだと思いますけれども、没、はい、企画を集めて、サウスバイ・サウスウェストというですね、はい、まあアメリカのテキサスでやっている、はい、イベントに、まあ、出してしまうと、R&D として出してしまうというのが、はい、まあ今回のまあ面白い仕組みだと思いもともとは没だったものをあえて出すということですか。 まあ決めたのがこのゲームチェンジャーカタパルトなですね、はい。なるほど、はい、でこれはどういうふうにえその変化をもたらして、ポイントはどこにやるんでしょうかポイントは、ですね、まあ、あのやっぱ新規事業を潰す、これ、記事の中でも触れられてるんですけれども、マジックワードというのは3つあります。1>, はい、で1つ目が、まあ、それ、市場が小さいんじゃないのなるほど、うんえ。うちの強み生かしてる ?3 つ目が、まずデータを持ってこい。大体これを言われちゃうと、ですね <laughs> <laughs> あの新規事業の提案者は、もうビビってですね、まあ、引っ込めちゃうんですね、おそらく。 新規事業ですからまずデータは少ないわけですよね。普通なないいいでですすねねに近わけ市場だってそんなこれからっていうところにかけるとしたらね小さいのは。一番よく分かりやすい新規事業の成功モデルとしてはいわゆるアップルのスマートフォンがありますけれどもそれまでスマホの市場ほぼブラックベリーあったとはいえそれを市場規模が小さいといえばその通りだったんだけどそれが今やほぼみんなが持っているような市場まで広がったと。 それまではみんなの多分あのフィーチャーフォンを多分皆さん使ってたと思いますそうですねあの時にあの iPhone の、えー、概念を説明されても、うん、ほぼみんなは、えー、ほとんどの人はボツにしてたと思いますなこれはだからい,いわゆるわかりやすいこの3つのマジックは潰されなかった新規事業ですね、うん、それもそれまでのアップルの強みを生かしているかと言われたらそうでもなかったはずだとそうですね、はい、パソコンメーカーですねどっちかというとそうですよね、えー、なるほど、えー、で 大概の,の場合こうなってしまう理由っていうのはやっぱりどこにあるんでしょうまあ一つはですね、あのーまあ、今回っ、えー、と面白かった一つの記事,、えー、と,記事としては、まあ、私もそうですけれどもいろんな職種の人がです、ね、さっきのマジックワードによって、はい、まあ潰されてきているという経験をしていると思います、えー、で私個人とし的にもそうなんですけれどもやっぱ新規で最後はですね、まあ、情熱を持ったオーナーが経営者なり 管理職なりを、まあ、突破していかなきゃいけないんですけれども、うん、まあ今回もですね、なかなかそのパナソニックって大きな会社ですから、はい、なかなか新規事業の話をしてもです、ね、潰されることが多いと思います。うん、ですので、それを、ねえー、RD として積極的に拾っていこうというのを、はい、まあやっていけるというのがすごくいいことだと思いますね。なるほど。これはしかもサウスバイサウスウェストという場を使ってるわけですから、はい、そこで注目されるかどうかっていう、一回フィルターを通しているわけですね。そうですね、はい、実際にあのこののの記事の中でもたくさんの いろんな面白い家電が出てくるんですけれども、うん、まあその家電もですね多分その形を見るから初めておこれはひょっとしたら面白いかもしれないって、うん、まあテキサスに行った人はみんな思うわけですねでそこからいいフィードバックがあればひょっとすると5年後10年後のパナソニックの基幹商品になってるかもしれないなるほどですんで、まあ、まだ うまくいってるかどうかかわらないけれども、はい、そういう仕掛,あの仕掛けができているというのはすごく面白いと思いますね。だってついねあの何年か前までフラットテレビがいっぱい普及した時はテレビが主力事業だった、はい、あのまあ売り上げ的にそこが一番高いかっていうと、まあ、置いといても、はい、あの一番その事業としても中核にあったものが今やもう日本ではどれだけ生産されるのか今後も、はい、もう見えないような状況になってきてるぐらいもう、はい、そのそもそもその軸となる。 業態がだんだん変わっていかなきゃいけないというのが日本の大企業であっても同じと同じですね、えー、実際パナソニックの,です、ねまあそのこの特集の中にも書いてありますが、えー、事業ポートフォリオつまりどれがどれくらい売れているのかというポートフォリオが出ているんですけれども,、うん、もうかなり変わってますたぶ皆さんのイメージとは全然違う会社だと思いますね、はい、あそうですか、はいまあ、例えば最近話題になったのはやっぱテスラというですね、はい、電気自動車へのまあ乾電池の供給というのがありますけれども、はい、そういったものというのはまあ一般のユーザーの目には触れませんので。えー えー、そうやって少しずつこう事業のポートを変えているというのが非常に、えー、注目するべきところかなと思います。そうですよねハイブリッド自動車なんかの電池なんかも、はい、蓄電池なんかもパナソニックはすごく,すごくシ,ェシェアを持ってます,す,ねてますよね、はい、世界的に見てもね、えー、そう考えるとこのパナソニックという会社が今例に出てるわけですけど日本を代表する企業の一つでもありますがやっぱり今後、えー、いい意味でのいい方向に変わっていく可能性をかなり秘めてるということですかはいそう思いますし大企業ですね日本の他の大企業もこういった仕組みをですね えまあ真似するというかこういう仕組みでどんどん事業ポリト変えていかないとまあ将来が危ないんじゃないかなということにもつながると思いますなるほどでも大体の経営者はこのさ,なさっき言ってたね市場が小さいとか強みが生かされているかどうかというかデータ持ってこいというのは、はい、あの要するに、えっと、経営者側から言うとこれをやってしまうことによってその新規事業が潰れたら今度、会社があの体力的に危ないんじゃないかと思うから言うわけですよね。ねそうですね、はい、もちろん もしくは、えー、既存のビジネスが忙しくて、うん、そんなことやってる場合じゃないだろうと、うん、いうことでどんどん潰していくわけですね。はい、でい要は経営者もはっきり言ってかると分かってれば普通やりますけどアイディアの時点では儲かるかどうか分からないんでうん、うん、なかなかこう今そこで売れてるものをですね売らないで新しいものをよしこれをじゃあ10年後だって言って。うん いはなかなかか難しいですよねあと企業が拡大していくときに必ず新規事業にいろいろ手を出して失敗するっていう例も結構多分ありますよね、はいはい、そうですねだからどこを取捨選択していくかっていうのもすごく難しいのかな、はい、だから戦略的に多分失敗しなきゃいけないんだと思うんですよその中からやっぱり生まれてくるはずなんですよね新規事業というのは、はい、なるほど失敗を恐れちゃいけないか、ね、恐れちゃいけないとただあんまりお金かけて失敗したらですね会社が傾いちゃいますんで、ええ、どのぐらいのこういい感じの確率でですね、うん、失敗させながらその中からこう未来の種をですね、うん 育ててていいいいかかななななゃけんじと思っそのためには会議から変えていくことによってその失敗する可能性が減ってくるということにもなるわけですね。じゃあ一度ちょっとボツになったなっていう企画でもこれ絶対自分はこれがいいやりたいと思ったらちょっと取っとくっていうのも大事かもしれないですもしかそれを社長にですねもう一回ぶつけるんですね情熱がねそうやって社長がうもしかしてこれやんなきゃいけないかもっていうふうに思わせないといけないですね我々もステップの会議ね。 俺はそんな音楽聴いてる人いないよ、市場が小さい。うん、全然あの番組の二人の出演者のし強みが生きてないよ。<laughs> そもそもこんなあの、聞くのかよ、こんなコーナー、データが生きてない。こういうことは言わないことにしょう、ね。はい。そうしましょう。ねまあるあるあるですね。<laughs> あるあるです、ね。チャレンジしていきましょう。ちょっときっとしますね。はい。ええー、さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ええ、この、えー、ニュース気になる方はですね、えー。ニュースピックスのサイトにある、はっさんのページチェックしてください。